こんにちは SBI 証券の鈴木でございます9月29日金曜日の日本株投資戦略をお伝えしたいと思います、えー、本日のテーマはニーサ活用も株急落で投資後期の毎月配当の後発パッケージというテーマでお伝えしたいと思いますさて、えー、こちらですね日経平均株価9月後半はやや軟調な感じでした 特に9月28日、昨日ですね、東京株式市場は日経平均で499円安と急落しておりますでこの株価急落の背景にはです、ね、第一として米国の政府機関閉鎖への懸念二つ目として米国の直近金利上昇。 3番目として、えー、国内で9月、配当取りが一巡したことによる手締まりで4番目としまして円安進展で逆に為替介入すなわち円買いへの警戒が強まったこと、まあ、この4つが、えー、挙げられるかなと思います。まあ、特に重要なのがです、ね、前2つだと思うんですけれども、えー、政治省とはいえですね えー、この政府アメリカの政府機関の閉鎖で,です、ね、短期的に株価がやはり今、えー、下がるというケースも考えられです、ねえー、なかなか手を出しにくいという面があろうかというふうに思いますただ、えー、暫定予算の成立などにより政府機関の閉鎖が一旦回避されるようであれば逆にリスク回避が一巡して直近の上昇も一服する可能性があろうかなというふうに、えー、思われます。 またこの直近の上昇につきましてもですね、9月期末という要因が絡んでいる可能性やですね、そもそも米国の金利景気ピークアウトじゃないかというですね、えー えそういったえこう見方も出てきているかなと思います。まあ直近 GDP の確保値でですね、個人消費が大きくこう下方修正されておりますけれども、まあこんなところもですね、こういった見方を裏付ける要因になっているかなと思います。その他まあ9月配当取りの一順た、まあこれはさすがにですね、短期的な売りフローということが言えるかと思います。まあえ時間が経てば落ちくと。 で最後です、ね、円安進展で為替介入への警戒というのはです、ねえーまあ、従来であれば円安で素直に1株買い,いというところなんでしょうけれども、まあ、昨年10月にです、ね、150円台に到達した後、えー、この円買い介入が入ったことから考えるとです、ねまあ、150円だと急ピッチにです、ね、やはり介入が入ってです、ねえー、円高が ゴンとこう進むというリスクも出てきたということで、まあこの辺、えー、手掛けにくい面があったのかなと思います。まあこのようにですね、まあ、えー、いろいろ期末要因などもお手伝いましてですね、えー、日経平均株価、えー、まあ特にこの月末のところですね、えー、南朝に推移したという形になっております。えー、ちなみに、えー、9月28日がですね。 えー、配当と、えー、配当落ちの権利落ち日であったわけなんですけれども、まあ、実はこの配当の権利確定は9月とか3月または12月だけではないですよね。えー、この決算期というのはです、ねまあ、全決算期ありますので、まあ極,端なえーまあ、極端なということですね原則的には毎月どこかの銘柄が決算末を迎えている。 要すするるに配当の権利値を迎えているといととうことでありますしたがって、まあ、この配当利回りを中心に、えー、この銘柄の組み合わせポートフォリオを組むときにですねまあ毎月配当をもらうというのもですね、えー、可能理論上は可能なわけですね。で本日のですね日本株、えー、投資戦略ではですね、えー、毎月配当を実現する えー、そして高配当利回りパッケージにもなってみそんな、えー、ポートフォリを構築すべく、えー、スクリーニングを行ってみました、えー、条件はこちらにもありり通ですね、えー、東証プライム市場に、えー、上場していること、まあえー、この配当利回りで見る場合はですね結構、投資初心者の方も多いと思いますしいや、あのー、配当利回り高いんだけど正直何やってる会社か分かりません。 っていうとととですねやっっぱりちょっと手がけにくいいかなと思いますねあと時価総額1000億円超ということで、まあ、市場からある程度の信任を得ていること、まあ、これもですねまあ、えー、客観的に、まあ、知名度というとこう主観が入る場合はありますけれども、まあ、客観的にですね、えー、まあマーケットでの知名度が高い銘柄をが残るような条件になってくると思います。とはいえ会社予想配当利回りが3%超。 今、東証プライム市場は2.2%がまあ平均的な配当取り回りになっていますので今回、高配当パッケージという名前を付けていますけれどもまあ残った銘柄は平均を大きく余っているということでまあこの名称がまあ単なる大げさなものではないと分かっていただけるかなと思います。そしてまあ証券商品先ものを除く アナリストが2名以上カバーしている銘柄まあすなわちあのコンセンサスもその気になればあるという銘柄ですねそして前期今期会社予想の純利益が黒字、まあ、一応配当メインのスクリーニングなのであまり業績に関してはうるさいスクリーニングは言えませんがただ一応ですねせめて黒字は確保してほしいと でこれらの条件を満たし決算月を同じくする他のすべ、えー、てのメーカーレの予想配当利回りが高い要は各月ですね、えー、こう並べてその中で一番配当利回りの高いメーカーを取ってくるただ時価総額1000億円を超えるようなメジャーな企業で、えー、配,当をえ配当のです、ね、決算月を迎える、えー、月がないメーカーもたまになんですね。ただあの 決算え、銘柄によってはですね中間配当ほぼだいたい中間配当もありますの、ね、で中間配当と期末配当を合わせればそうした銘柄があってもなんとか毎月配当というのが実現できるような結果としてなったかなというふうに見ておりますで結果としてなったポートフォリオはこのですねこの8銘柄という形になってますね。 えー、2914日本たばこ産業は12月決算です、えー、昨日の株価で見ると3467円6月中間で94円の配当を実施してますが期末にも94円配当を実施する予定で年間は188円の予想 188÷3467 は5.42%ということで。 会社予想配当利回りは5.42パーセント。まあ配当利回りで高い銘柄としてですね、今は日本タバサ産業は知られておりますが、まあ現在も高い水準になっているということですね。5938リクシルスは（カッコ）さあります。3月決算です。1755.5円昨日の株価ですね。9月予想で45円。

配当利回り、四点ゼロ、一パーセントの銘柄です、えー。積水ハウスですね。一、えー、月決算なんですね。七、えー、月に、えー、中間配当59、五十九円、そして期末に五十九円、経営、百十八円、三千十円で、また、配当利回りは三点九・二パーセントとなっております。アイホールディングス、二、三、七、三ですね。えー 週間は、えー、予想で45円期末で45円、えー、年間90円3.79%配当て、はい、回り予想4996組合価格ですねえー、上期18円期末24円年間42円配当て回り3.73%王室は11月決算ですね 中間で二十八円、期末三十二円、計六十円で、配当利回りは三点三五パーセント。オープンハウスグループ、えー、まあ、今日、金曜日の話出てましたが。えー、こちらは、えー、上期七十二円、期末九十二円、年間百六十四円というふうになっております。で、えー、配当利回りは三点二パーセント。 これらの銘柄平均して配当利回りは4.07%まあ立派にですね平均の倍ぐらいはいってるかなという感じですねしかもこれよく見ていただきたいんですけど1月から12月まで全て配当が受け取れるような組み合わせにこうちょうどなってるんですね、えー、ですただあの一かもう各月にもらえる配当の金額がですねやっぱり結構デコボコなんですね、えー、多い少ないというのがあります もし安定してです、ね、同じようにこう毎月配当がもらいたいというポートフォリオを組まれる場合はです、ねえー、どこかの月を、まあ、出っ張らせてどこかの月をまあへこますようなそういった工夫が必要になるのかなといいううふうに思いますあと3月期決算ですとか12月期決算というのはです、ね、結構ほにも高配当が操作で利回りは銘柄はあります。 でまあえー、もっとです、ね、名前が知れている銘柄とかどうせだったら好きな銘柄を入れてみたいなという投資家の方であればです、ね、特に3月、12月などは、まあ、この他に候補になるような銘柄もありますので、ねまあ、この辺りは日本株投資戦略のです、ねえー、ウェブ版の方でです、ねえー、ご参考銘柄も入れておりますのでぜひ、えー、見ていただきたいなと思います。 えー、日本タバコ産業、一番上はですね、えー、配当ということでいくとです、ね、現在は配当成功75%ということですね、えー。リクシールは配当成功を30%以上維持することと自己株式の取得も結構機敏に行っておりまして前期は100億円の自社株買いを行った上で えー、あ合わせて焼却も行っているということで結構株主に対し,あ株主、えー、に対してですね積極的に還元を行っているイメージがあります。ですね、えー、8575イオンフィナンシャルですね配当成功はですね30%から40%が <laughs> 目安になっているようです。今期はですね 12%ほど現役になるという見通しなんですけれども配当金は維持される予定になっております積水ハウスですねこちらはですね平均的な配当成功40%以上が会社目標そして配当の下限はです、ね、110円ということにしております。中期計画ではではすね 国内の安定成長と海外の積極的な成長を掲げて業績が拡大傾向ということで、ええまあ今期も営業利益1%増ですが過去最高益を更新する見通しです。12期連続で増配実施も予定ということで、このええですねもう基本的にはこう増配をしていくとまあいう企業もありますが、ええ石井発の場合はそれが12期目に達しているということですね。 これはこれでですねい、えー、高い評価を浴びる要因に、えー、要因になります。アイホールディングスですね。まあ、監視カメラですとか、えー、この情報機器などを行っている会社なんですが、配当成功としては50%以上を基準としております。今期はですね、ここにあります通り年間で90円の 配当を予定しているんですけれども、えー、まあ条件を満たしているということですね。予想配当利回り三点八パーセント近くあるということですね、えー。それから組合価格ですね。まあ全農がですね、筆頭株主の会社なんですけれども、農薬農業関連六十九パーセント、全体の六十パーセント。 が海外売上高というグローバルな企業でもあります一株当たり配当金は、まあ、中間18円期末24円年間42円、えー、予定しておりまして今期はこれ前期比で見ると20円の大幅増配ですねそういった見通しになっておりますあと OSG ですね11月決算の銘柄です、えー、愛知県の本社で総合切削工具メーカー まあ世界トップシェアを誇る、えー、タップ、いわゆる、えー、ネジを加工する工具、また、はドリルなどを扱っている会社ですね。えー、配当成功の目安は35、三十五パーセントとなっております。えー、業績は、ですね、コロナ禍前を超える水準まで回復しておりまして、業績増に伴って配当も増えてきております。 今期の業績見通しはですね、えー、前期比ほぼ横もないんですが、配当も維持されております。オープンハウスですね、三二八八。 えー、こちら、まあ、今日ですねちょうど3228、この場も似てるんですけど 3A 建築への TOB が成立したというです、ね、ニュースが出ておりますので、えー、併せて注目していただきたいと思います。安定性配当成功の目安は20%以上ということで、えー、2013年の上場以来9期連続で増配を実施しております。えー、2023年9月期も 増配を予定ということなんですが、まあ、こちら、ですねこの3月決算と9月決算の銘柄は、ね、先ほどのリクシルとオープンハウス、えー、この9月末の配当の部分は権利落ちになってしまってますので,です、ねまあ、ちょうどご紹介するタイミングがこれしょうがないこのタイミングで権利落ちから2日目みたいなんです、ねえー、ところなんですが、まあ、えそこはえぜひ気をつけていただきたいなと。 ただ今回はですねいろんな月の、えーえー、いろんな月の、えー、この権利確定を背景とする銘柄をご紹介しておりますので,です、ねまあ、3月9月の銘柄はこの9月の権利落ち直後ではありますけれどもまあ逆にこういった機会にいろんな決算月のですね後輩と今、えー、り銘柄をちょっと一旦注目していただきたいなと思います。 そしてまあ見ていただいた通りですね、えー、こちら、えー、中間配当期末配当を全部、えー、こうつなげるとですね1月から12月まですべ、えー、て配当がもらえるような形になっております、えー、ただ投資家の方もですね、えー、ぜひですねまあこれを一つのですね足がかりにしてですねご自身で好きな銘柄のポートフォリオを作るというのも一つの手ではないかなと。 いうふうふに思っております、えー、こちらにありますとですねご参考までに、えー、1月から12月までですね配当がもらえるようになっているという形ですね、えー、でこぼこしていますんでですね、えー、これを調整するのもまあ、えー、一つの方法ということになります、えー、また、えー、ご存じの通りですね3月12月決算銘柄ですね他にも結構高配当の銘柄ありますので まあ、例えば3月決算などですとですね、まあまあ、もちろん陸地にもある程度の知名度あるんですけれども、えー、ミクシィとかですね、えー、性能とかですね他の銘柄とかですねあと12月決算などでいけば、まあ、キャノンとか圧倒的なブランドを持っている銘柄もありますので、まあ、こういった銘柄で安心を買いたいというのであればですね、まあ、そういった銘柄と入れ替えるというのも一つの手ではあるかなと思います。まあえー 年方の方の思考でですねいろいろ工夫していただきたいなというふうに思っております本日は以上で終了させていただきますぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします本日はこれで終了させていただきますご清聴ありがとうございました